埼玉古墳公園は埼玉県行田市に位置する埼玉県への都市公園である。行田市の市街地より南東へ約1キロメートルにある埼玉古墳群は1938年8月に国により史跡として指定を受け、埼玉不時の丘として整備された。丸墓山古墳は日本一の規模の円墳と言われており、東海山古墳より発見された、 金足名鉄拳115文字の名文が持つ歴史上の意義から世間の注目を集めた。1976年4月より、これら古墳群との調和の取れた鑑賞保護、及び散策を目的とした公園の整備が埼玉県によって進められている。今後も土地収容や古墳の復元を進め、2018年春一部供養を予定している。二千七年二月に、 日本の歴史公園百選に選定された。春の丸墓山古墳秋の双子山古墳咲玉火祭り毎年5月4日に咲玉古墳公園内の芝生広場で行われる。火祭りという名は古事記に由来するものである。古事記によれば、ニニギの命がこの花咲くや姫と婚姻。ニニギの巫事に人世の交わりで身ごもったのを疑われたこの花咲くや姫は、 疑いを晴らすためにうぶやに火を放ち、その中で、ほでりと、ホウリを生んだとある。日中は、郷土芸能や、物産展、フリーマーケット等のイベントが行われる。日没後、古代衣装を身につけた人々が松明を掲げ、うぶや炎上、丸墓山古墳と東海山古墳の五人格だりが、行われる。2000年5月5日には、21世紀に残したい。 埼玉ふるさと自慢百選に指定された公園入口ありしきの萩はところ坂本商店。ありがとうございます。